じゃあ、ゆたかさん、なんちょっと速報です。ちょっと今、たった今です、はい、巨人の元木作戦兼内野守備コーチが退任されたというところで、まあ、球団発表で本人より申し入れがあったと。これでまあ5人目のコーチ退任ということになりました。ゆたかさん、ちょっとこれ元木コーチの退任というのは、これは来期の安倍内閣の、あ、じゃあ内閣じゃない、まあ、内閣は安倍監督監督だな、はい、組閣に入ってたんだよねそうか、やめたか、はい、本人の申し出より申し入れがあったというところで、まあ、選手に人気あったけどね、元木はね。そうですね、元木は人気あったし、はい、元木がいることによって中和剤になってたというかね、まあいろんな、まあ、そういう話も聞くし、はい、やめたか、疲れちゃったかな、まあ、これで、ね、いわゆる原政権というか原監督の下でやってたコーチの方は5人目、まあ、ほとんどが辞めていって、まあ、そうだな、はい、まあ、筋を通したっていう形なのかもわからないけどもね。ただ元木はなんか残ってほしかったな、俺の中ではな。それはどういう、いや、やっぱ原監督に呼ばれてね、側近として、まあ力を振るった時もあれば、はい、ね、ちょっと離れた位置からもう選手をこう見ながらね、うん、教え込んでいったっていうところもあるし、ただその元木っていうのは生え抜きじゃない、はい、だからチーム愛っていうのはもうすごいあったと思うんだよね、うん、でやっぱり今の若手とどう向き合うかっていうのが一番できたコーチかなっていうふうには思うんだよね、はい、だからまあそれだけにやっぱこう元木の対談っていうのは俺の中ではちょっとショックだな。ただまあ大久保ヘッドコーチ、大久保コーチが辞め、うん、阿波野コーチも辞めっていう風に自らが退任を申し出ていく中で、それを見てやっぱりいろいろ考えて自分もっていう風になったんですかね。その2人とはやっぱ別だと思うよ。別考えはこれはやっぱり自分がいることによってなんか原監督が見てるようなイメージで新之助がやりにくいのかなって、だから俺は身を引いた方がいいのかなっていう風に感じたのかもなっていう風には思うけどね。あ、だから新たな新之助は色を君は出しなさいって、はい、僕がいたんじゃ邪魔になるかもわからないということだと思うよ。でまあ、森藤が言うように阿波野とかデイブっていうのはやっぱもう原監督政権の時に連れてきた、まあ、言えばその一回ユニフォームは着てるけど戸様だよね、うん、で義理人情の世界でボスが辞めるんだったら私たちも一緒に身を引きますみたいな。で元木もそういう気持ちは最初はありながらやっぱチームに溶け込んでいったと思うんだけど、でも新政権になって安倍のことを考えるとやっぱずいぶん先輩にもなるしね。で俺がいることによってやりにくさが出るとやっぱ新之助がかわいそうだなっていうふうに、やっぱそこは愛だと思うな。あの安倍新監督へのもそうだし、チームに対しての愛もあるよな。元木の方に向いてた選手たちはたくさんいたと思うんだけど、いやそれじゃあ安倍政権が成り立たない、まあ、そうなってくると俺の方は見る、新之助をもうずっとこれから見ていけみたいな、そういうので俺はちょっと一線を引くからっていうようなことだというふうに俺は思うよ。あと他のコーチとちょっとタイムラグがあったのはやっぱりちょっといろんなことを、とはいえやっぱりこの自分がこの数年間見てきたやっぱ選手たち、可愛い選手たちもいるしっていうのでいろいろなんか悩んだりとか、ちょっといやそれは悩むよね。だからその原監督が辞めたすぐ辞めるじゃなくて、やっぱりいろいろこう来た期間も、はい、他のコーチとはちょっと長さが違うしね。そうですよね、うん、だからやっぱいろいろこう来た時の自分、うん、脱いだ時の自分、いろいろこうチームの中でどうなっていくのかっていうこともいろいろ考えたと思うよ彼は。まあその中での決断だから、はい、それはちょっと重い決断になっちゃったよね。そうです多分ね。これ街の声なんですけど、はい、街の声とかファンの声がもうすでに上がってまして、例えば、はい、元木さんは残って欲しかったなと、いるだけで何かやってくるか、うん、相手も警戒して楽しかったんだけどなということで、やっぱり惜しむ声もありましたし、やっぱり現役時代は原前監督が主にサードやファーストのレギュラーで、元木さんはサブとしてレギュラーの選手に何かあれば穴を埋める貴重な役目だったしなということだったりとか、はい、でも気持ちはね、まあ、そう言われても気持ちはレギュラーだったよね。うん、そうですね、これはね、やっぱこう思考という意味ではレギュラーだったし、うん、やっぱりよく野球を知ってるよね。で勉強もしてたし、はい、まあ、俺昔の動画だったと思うけども、それで一番誰がすごかったですかって言ったら、うん、はい、井の一番で元木って、う
名前を挙げる。これはなぜかというと相手の守備者の心理をよく知っているという、それを逆手にとって走塁がうまかったという、はい、まあ、こういう動画も撮った時あるんだけども、うん、いやだから元木っていうのは本当に野球に野球の方が野球 IQ というかね、はい、まあ、そういうものが高かったしね、うん、だからやっぱ残念は残念だな。そうですね、俺は新之助の横に置いてる、うん、置いとくヘッドコーチがすごく良かったのかなと思うけども、はい、やっぱこう後輩なね、後輩で新之助という、まあ、可愛い後輩だろうから、うん、ちょっと一線を引いた方が、いや安倍職が出るかなっていうね、まあ、そういうことも思ったんじゃないかなっていうような気がするよね。そうですね、あとはそれか、まあ、あれです、ね、今年はあれだったけど、うん、来年は安倍っていうことで、それが、それが、いや、このギャグにはついていけないぞ、ちょっとみたいな、そこが考えた、そこがあったかもわからないけど、ちょっとそうですね、バラエティが起きなかったので、あの時に、あのちょっとバラエティ向きではなかったね、そうですね、元木はバラエティにとはすごく、そこら辺でも才覚ある、そうですよね、人だから、ね、笑いにはうるさいでしょうしね。そうそうそう、あとは原監督が連れてきたので元木コーチは当然ながら辞めるとは思っていたものの、いざ辞めるとなるとあの明るさがチーム内になくなるので少しちょっと寂しくなるなという意見もありますね。まあ、だから阿波野とかデーブとかね、はい、まあ、三軍の打撃コーチの小笠原、うん、石井巡回コーチっていう動画はね別に撮ってるけども、はい、まあ、特に元木というのはね、うん、まあ、巨人の生え抜きだったし、はい、で原監督に見出されて連れてこられたっていうことはあったにしても、うん、やっぱ生え抜きだしね、はい、ちょっと寂しいな俺もな、ね、元木のユニフォーム、元木の色が出てこない、なかなかちょっと寂しいなっていうような気はするな。そうですね、となるとやっぱり今で例えばすごい年の離れたコーチっていうと残ってるのがその河合さんと、二軍の桑田さんになって、まあね、元木さんもお辞めになるということで一気に大刷新になるっていうことですね。まあ、若返るということだな。その若返り危惧っていうのは例えばその中に何人かでも元木さんだったりそういう年齢の例えばこうベテランの方のコーチっていうのはどうなんでしょう、入ってた方が良かったりっていう。いやだから入ってたら、あ、そうか、気を使わせるっていうような、まあ、そういうことがあったのかなというような気はするけどな。これもしかして河合さんも自分からお辞めになるっていうふうにまた発表されるって、これ続報とかっていうのは今後あったりするんですか。いやこれはやっぱ止めるんじゃない、上がですか。いやわかんないけどな、これは。そうですよね、うん、そうするともう原さんがね呼んだコーチは全ていなくなってしまうっていうことにもなってしまいます。まあ河合は巨人のなんかやってるんだよね、役職で。あ、そうなんですね。元々、うん、だからまあそういう意味では、うん、その残っても不思議ではないし、まあ、残るのが筋だと思うんだけどね、うん、まあ、元木の場合はそういうことではなくて、でも元木の功績っていうのはやっぱこう大きかったのかなっていうね、うん、選手の良き兄貴みたいな、はい、兄貴っていう年じゃねえかも、 なんでしょうね、でもちょっと年の離れたお兄さん、まあ、お兄さんみたいなね、うん、まあ、そんな感じで、まあ、接してるのをよく見たし、はい、元木が何言ってもパワハラには聞こえないというねなんかそうですね、だから、うん、すごくいい関係性でやってたのかなと思うと、うん、ちょっと寂しいな、ね、俺もな。でも辞められたということで、豊さん、例えば元木さん、ね、ゲストにちょっと、いやそうだな、うん、YouTube でいろんな話。いや、仮によ、はい、俺が例えばそのチームを率いるとしたら、うん、昔にこれも動画撮ってるんだけど、はい、誰に声をかけると、元木にかけるって。あら、話してましたね。やっぱね、野球の方が違うんだよ、うん、やっぱよく観察もしてるし、うん、よく勉強もしてる、うん、だから、まあ、そういうね、人がいなくなるっていうのは、うん、まあ、しんのすけしっかりしないと、まあ、しんのすけも勉強してるだろうし、他のコーチもね、はい、まあ、それなりの勉強もこう重ねてるだろうし、うん、だから期待をしたいと思うけどもね、うん、まあ、やっぱこう寂しいな、寂しい、俺はね、うんうん、そうで、ムードメーカーの方がまた一人、まあ、まあそうだな、ね、名コーチが、まあ、名コーチな、本当な、俺はいいコーチだったと思うけど、やっぱもう疲れちゃったんだ、疲れると思うよ、コーチは。本当に疲れると思ういろんなところとね、挟まれながら、やっぱね、ユニフォーム着るだけでね、お前年取ったなって言われた時期もあったし、はあ、そうなんですね、ストレスかな。いや、そうですね、だから、コーチやってる時、髪増えたって言われるからね。いや、だから、いやいや、だから、ストレス、だから、こう、毛根も疲れるというね。
まあそういうやっぱ疲れるんだよ、うん、そういうことです、ね、でもねあのまた勉強して、はい、本当にいいコーチだし、うん、いいやつだから、うん、もう一回ユニフォームをね、うん、まあジャイアンツとは言わずどこでもいいから来てほしいなと思うよね。そうですね、はい、まあねちょっとあの豊さんもねちょっと話の中にちょこっと触れてましたけれども、あの天野さんだったりデーブさんだったり小笠原さん、そして石井コーチのその退任の、まあ、動画はもう撮ってあるので、それはぜひまたね後日ご覧いただきたいんですけれども、プラスアルファじゃあ元木さんもお辞めになった新阿部監督のどういう組閣になっていくのか、これはちょっとまた新たに撮って、まあそうだな、はい、ちょっと組閣の予想していきましょう。はい、はい。